あ、長西です。東京は暑いですね。5月から、まあ、クールビルに入ったものですけれども、とてもじゃないけど、まあ、背広なんか着ていられるような、そんな暑さの中ですけれども、東京株式市場はですね、まあ、方向感がなかなかつかめにくいと、まあ、猛暑関連ということでですね、富士通ゼネラルと、まあ、エアコンとかですね、飲料株、まあ、こんなところをですね、まあ、年初仕込みたいと思っていたわけですが、なかなかそういう機会もなく、まあ、今日に至ったと。この夏場の天候を考えますと、猛暑関連、もう一相場期待できそうな感じでございますが、まあ、足元はですね、決算発表、まあ、昨日の潮の入りではありませんけれども、好決算を発表した銘柄が、まあ、順当に買われと、まあ、一日転嫁で終わるのかなと、まあ、潮の入り見ていましたら、まあ、本日も、まあ、独身と、やはり決算内容を敏感にと、今日はトヨタ自動車、まあ、これがですね、日経新聞一面で報じておられました通り、まあ、17年3月期、まあ、こちらの、まあ、減益懸念ということで株価が軟調と、はたまた日産が三菱自動車に、まあ、出資するというような報道で三菱自動車の株が人気殺到と、まあ、日産自動車は、まあ、軟調と、まあ、こんな形で、まあ、自動車業界よく動いておりました。ただ何をどうして投資したらいいかということを考えますと、まあ、伊勢志摩サミットあるいは6月2日の OPEC 総会を控えまして、まあ、為替がどちらに動くか方向感が、まあ、つかみづらいと、まあ、そういう中での、まあ、投資と、まあ、昨日の好決算発表ではございませんが、本日は日産自動車も決算発表予定と、まあ、明日決算発表の私はユニチャームあるいはカルビーと、食品生活関連インフラ、まあ、こんなところに注目しています。